っちは冗談です。一応授業中なのであまり盛り上がらないでくださいね。でさっきの続きだけど、プロポーションといえば藤枝もかなり侮れないぞ。行った方がいいんじゃないか。しない方がいいと思うぞ。私はやってもいいってことですか？あ、そうでしたそうでした。では召喚はこれより帰還いたします。もう最後まで付き合ってよ。失礼なやつ。ちゃんとお風呂入ってきたでしょうね。はいはい。ほう、そんなセリフが聞けるとは。結構ツボかも。はーい、測ってあげますからね。長さは
別に短くないんだからいいじゃない。随分楽しそうだったな。西名先生と仲良かったっけ？そうだ、昼休みにどうする？どうする？
況だったかな。そんなに怒らないでよ。それで二人とも怪我はない？
今のところは聞いていたか。教科書を忘れた上に居眠りとはなかなかの度胸だ。天ヶ崎もだ。何なんだ、何とかしてやれ。これで目が覚めただろう。では、授業を再開する。